ご飯が多いな。伊豆近くご飯あるんで、これは期待できますね。うん、なんて爆発的な力持ってんだろう。はい、どうもバテバス協会でございます。で、今日もお昼ご飯作っていきたいと思います。今日は全然食材がございませんので、またデブ卵丼作ります。作り方はもう何回もやってますんで、もういいよっていう人は飛ばしてください。使うのは味付けはもうめんつゆのみです。あとは適当に酒とか入れたりね、そんなの適当にやってもらったらいいと思うんですけど、めんつゆだけでも美味しいと思います。大さじ1か 1.5 かそこいらぐらいです。はい、よし。そこに玉ねぎです。ネギ玉、玉ねぎ入れます。よし、玉ねぎがくたってきましたら、デブの素天かすを入れます。はい、こんだけ買っても天かす47円、安いですね。うん、お惣菜コーナーの天かす買ってます。もうちょっと入れとこ、パラペコやから。やべ、めちゃめちゃ水分なくなった。天かす入れすぎたらめちゃ水なくなった。ちょっと足そう。さすがに汁だく、つゆだくこれあんま好きじゃなくても、これなさすぎるやろ。よし、よし、じゃあここに卵2個分。煮詰まりすぎとったな。よし、はい。そして蓋をして弱火にして2分、これでいいです。硬さはでもお好みでね。よし、いいんじゃない。あー、ちょっと最近くっつくなったな。フライパンそろそろ買い替え時かな。結構くっつくようになっちゃったのよな。嫌になっちゃうな。ちょっといけるかな。ご飯が多いな。米が多すぎたな。ネギも何もないんでね、海苔でもかけときます。あ、でもこれでいいね。海苔もいいね。親子丼って結構海苔かかってるとこあるよな。刻み海苔みたいなやつ、うん、出ろ早く、腹減っとんねや、こっちは。そしてじゃな、タイピーエンのあっさりチキン春雨スープ、チキン味春雨スープ、これやりました。もうできております。それがこちらとなります。いいね、案の定こもりましたな。よし、こんな感じ。というわけで本日はもうないので、買い物全然行ってないので、デブ卵丼とタイピーエンあっさりチキン味春雨スープでお昼ご飯いただきたいと思います。まあ、ご飯いっぱいなんでね、満足度あると思います。というわけで食べたいと思います。パッ、はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで今日はもうほんと買い物してないとこういうことになっちゃうぜ。デブ卵丼とタイピーエン、まあだけど2合近くご飯あるんで、これは期待できますね。今日がカメラね、いつものカメラがバカになっちゃったんでね、 USB が壊れちゃったんで。なんでいいんでしょう、このピントの良さ。これ旧式ですよ、前のやつまで全然いいよな、このピントな。意味わかんないわ。唐辛子かけよう。なんで新しい新機種になったら、新しい上位互換機種になったら、上位機種になったらねえ、ピントがバカになっちゃうんですよね。そんなことありえるんですね、不思議。というわけでいただきます。うん、うまい。タイピーエンうまいな。なんやろな、このどこにもない、ありそうでない味やな。
ちょっと豚汁っぽい中華な感じもするし、それに春雨って入ってる。でやっぱきくらげとかうずら卵とかも入ってるね。人参、まあ人参は入ってるかも。きくらげ、うずら卵入ってるからさ、なんかちょっと中華っぽい感じもするしさ。これで300キロキャロリーいかないっていうのはね、素晴らしいですね。まあこれで1000キロキャロリーぐらい取りますけども。いただきます。ご飯多いけど具が少ない。うん、うまい。天かすの力よ。なんて爆発的な力持ってんやろ。ただの卵丼だけではね、このポテンシャルは発揮できん。このポテンシャルはね、出えへんぞ。やばいな。皆さんも作りました？デブ卵丼。めんつゆのみ、調味料はお好みで酒とかだし入れてもいいけど。まあキャロリー気にする人はやめた方がいいけど。こんなもんだって。材料費100円いってないでしょ。やべえうめ。いつもよりちょっと天かす多めに入れたけどさ、大正解は。めちゃめちゃうまいんやけど。これ食べたらね、普通のもう卵丼には帰れません。うん、天かす入れなきゃもう物足りなくなっちゃう。全国で売りゃいいのにね、これ。熊本とかだけで違って九州とかで普通に売ってんのかな、このタイピーエン。このフリーズドライのやつもあるんですよ、お湯注ぐだけみたいなやつ。あれでもいいからさ。だってコンビニ春雨スープとか売ってるやん。そういう時タイピーエン売りゃいいのにね。うまいんやけど。うん、まあ、ダイエット食にもいいもんね、春雨やったらね。うん、どっかの店やったらいいのにな、これな。
カロリーを気にしてないあなたにデブ卵丼。この味の染み込んだ天かすがやべえわ。まあ、完全にデブ飯やと思いますけどね。うん、出ちゃうもん。すごいね、見つけてもた。まあ、めんつゆの味にもよるかもしれない。私はそうみを、そこはちょっと高級なとこ出ますけどね、そうみのめんつゆとこ出ますけども、うん、でも100円いかないでしょ、この1食。卵2個やしさ。何が高いもあるやろ。ご飯。まあ、炊いたら安いよな。買ってきたら100円ぐらいするか。うん、まあ、とはでうちの200円は 100% せえへんよな。いやだ、美味しかったです。というわけで、勝又教科本日はね、まあ野菜や野菜材料がない日の苦肉の策、デブ卵丼、玉ねぎと天かすと卵、めんつゆがあればできます。まあ天かすない人いるかな、まあ、あるかもしれんね。それない人はあるかもしれん。まあ、ていうかさん、冷凍しときゃいいんでね。私冷凍してますよ。冷凍しておいてたら、ね、いつでも使いますんで。天かす1個あれば心少し豊かになります。というわけで、ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。満足です。